クエスチョンマーク号クエスチョンマーク号はアメリカ陸軍の実験機。1929年1月1日から1月7日までの間空中給油による連続無着陸飛行の記録を作った。アトランティック・フォッカー社の C-2A から改造された。最初の空中給油の実験は1923年6月27日にアメリカ陸軍航空隊によって サンディエゴのロックウェル基地で2機のボーイング製のデハビランド DH-4B を使って成功した。1923年8月に同チームによって9回の空中給油で37時間の無着陸飛行の記録が作られた。1928年6月、ベルギーのアジェティントレイス・クライト・ビクター・グロナンによって、 空中給油による連続飛行の記録が61時間を超えるものに更新されたのでアメリカ陸軍に連続無着陸飛行の記録を作るプロジェクトが作られた。記録機はフォッカー社の旅客機 FBE38 機の軍用輸送機使用である C-2A が改造された。192ガロンの燃料の入る翌内タンクに加えて貨物室に150ガロンのタンクが増設され、 主翼の直後のハッチの天井が切り取られ、空中給油のホースを受け取れるように改造された。100ガロンの燃料を約90秒で受け取ることができた。45ガロンの潤滑油タンクはエンジンを潤滑するために設けられ、ロッカーアームの潤滑のための配管が追加された。コックピットから主翼を伝わって、主翼エンジンの緊急修理のための通路が作られた。プロペラノイズを減らすために、 主翼エンジンのプロペラは2枚輪のものに変えられた。機名はどれだけ飛ぶつもりかという繰り返しされる質問に、対する回答ザットイズザクエスチョンに由来し胴体の両側に、大きなクエスチョンマークが描かれた。給油機は2機の単発輸送機、ダグラス C-1 が改造され、荷物室に150ガロンの燃料タンク2個が設置され2.5インチ計の50フィートの給油ホースが積まれた。 ホースの出し入れなどの作業のためのクルーが荷物室に乗り込んだ。飛行は1929年1月1日から開始され天候に恵まれることが予想され、宣伝効果の面からフットボールのローズボールの開かれているロサンゼルスの上空を飛ぶ計画がされた。サンディエゴのロックウェル基地とメトロポリタン空港を通過する大円コースが選ばれた。 1929年1月1日の7時26分、アイラ・エーガー、カール・スパーツラ5名の乗員を乗せてファン内イズを離陸し、1時間後に第1回の給油が行われた。1月7日の2時3分に、左エンジンの故障により着陸するまで150時間40分の飛行を行った。その間37回の給油と6回の補給が行われた。 43回の作業のうち12回は夜間に行われた。この飛行は長距離飛行の記録挑戦のブームを生み、1929年は民間人による40の飛行が心を見られ、9回の飛行の記録はクエスチョンマーク号の記録を上回った。1929年の終わりにはデールレッド・ジャクソンらがカーチスロビンを使って420時間の連続飛行の記録を打ち立てた。 陸軍は空中給油が実用的な運用に適用可能であることを示すために1929年5月21日に爆撃機キーストーン LB-7 を使った空中給油のデモンストレーションを行った。クエスチョンマーク号は1931年にエンジンを300馬力のライト R-975 に換装され、 C-7 に名前を変えられ通常の輸送業務に使われた。ありがとうございます。